はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。 UQ モバイルの繰り越しプランはおすすめなのか、ユーザーの声が聞きたいという方にお話ししていきます。 UQ モバイルに変えようか悩むけど、実際のところどうなのか気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では、 UQ モバイルを3ヶ月間実際に使っている自分が感想やメリットを解説します。ユーザー目線で感じたことを分かりやすくお話ししていきますので、この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。ではこのパートで UQ モバイルを3ヶ月間使った感想やメリットを解説していきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。UQ モバイルの繰り越しプラン M を3ヶ月使った感想はかなり満足で、理由は以下の4つがある。 1. アプリがとにかく使いやすい。 2. データ容量の繰り越しも嬉しい。 3. 節約モードでの速度が思ったより速い。 4. 実店舗があることはやっぱり助かる。デメリットは特になく、利用料金も月2700円程度と安い。この結論をもとに、UQ モバイルの繰り越しプランを実際に使った感想を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。まずは UQ モバイルの繰り越しプランをおさらいしましょう。テレビの CM で見かけた方も多いと思いますが、UQ モバイルは2021年2月1日から新料金プランの繰り越しプランを開始しました。プラン自体はシンプルで、繰り越しプラン S と M、L の3つだけです。いずれも名前の通り、余ったデータ容量を繰り越しができます。繰り越しプラン S は月1480円で、データ容量は 3GB、速度制限時は最大 300kbps。繰り越しプラン M は月2480円で、データ容量は 15GB、速度制限時は最大 1MBps。繰り越しプラン L は月3480円で、データ容量は 25GB、速度制限時は最大 1MBps です。自分はもともと LINE モバイルを使っていたんですが、通信速度が遅く、データ容量も少なかったので、UQ モバイルの繰り越しプラン M に変更しました。では本題となる UQ モバイルを使って感じたメリットを挙げていきます。1. アプリがとにかく使いやすい。2. データ容量の繰り越しも嬉しい。3. 節約モードでの速度が思ったより速い。4. 実店舗があることはやっぱり助かる。これらを順番に見ていきます。まずはメリットの1。アプリがとにかく使いやすい。UQ モバイルポータルというアプリがあるんですが、このようにデータ残量をすぐに確認できるため、かなり気に入っています。LINE モバイルの時は、わざわざマイページにログインして、データ容量を確認していたので面倒でした。さらに、後で紹介する節約モードへの変更も、アプリからすぐにできるので便利です。また、アプリからマイページへのログインも可能なので、利用料金の確認などもすぐにできます。このように、UQ モバイルのアプリは、データ残量や利用料金の確認がすぐできるので、とっても便利です。続いて、メリットの2。データ容量の繰り越しも嬉しい。繰り越しプランはその名の通り、余った分を翌月に繰り越すことができます。その際、翌月は繰り越し分から先に消費されることになっています。競合の Y モバイルには、このデータ繰り越し機能はないので、UQ モバイルの大きな魅力とも言えます。ちなみに繰り越し上限は、プラン S が 3GB、プラン M が 15GB、プラン L が 25GB となっているので覚えておきましょう。自分は月3から 5GB 程度を繰り越していますが、データ容量を多く使う月もあれば、少なくて済む月もあったので、繰り越し機能はとっても助かります。そしてメリットの3、節約モードでの速度が思ったより速い。UQ モバイルには節約モードというデータ容量の消費がゼロで使えるモードがあります。データ容量を節約したいときに便利な機能で、通信速度は繰り越しプラン S は最大 300kbps、繰り越しプラン M、L は最大 1Mbps。このあたりはデータ容量の超過時と同じです。しかし、僕が使っている繰り越しプラン M は、節約モードだと最大 1Mbps とのことでしたが、実際は 2Mbps 程度出ています。なので、YouTube は問題なく見れていて、Instagram だと画像の読み込みに少し時間がかかりますが、問題はありません。
そのため、ずっと節約モードでもいいかもしれないというくらい、日常の生活は困らないことが分かりました。僕は楽天モバイルも利用していますが、パートナー回線エリアの時に速度制限がかかると、確かに 1Mbps しか速度が出ないところ、UQ モバイルなら 2Mbps の速度となるので、この差は大きいと思います。ただし、繰り越しプラン S だと最大 300kbps になってしまうので、あくまで繰り越しプラン M 以上だと使える方法になります。このように、UQ モバイルは節約モードでの速度が思ったより速いので、日常生活でも困らないです。最後に4、実店舗があることはやっぱり助かる。これは僕の実体験ですが、先日自分の奥さんも LINE モバイルから UQ モバイルに乗り換えましたが、去年結婚して名字が変わっていたので、ネット上からの手続きがやや面倒そうでした。なので近くの UQ モバイルの実店舗に行ったところ、乗り換えを非常にスムーズに済ませることができたので、やはり実店舗が近くにあると安心感が違うと思います。ドコモや au の新プランであるアハモやポポなどは原則オンラインでの対応のみなので、実店舗がある UQ モバイルのメリットは大きいでしょう。このように UQ モバイルは実店舗も多くあるので、困った時や高齢者の方にもおすすめと言えます。ではここまでメリットをお話ししてきましたが、デメリットは何かないのかというと、今のところ特にありません。利用料金はこちらに表示されている通り、月2700円程度で済んでいます。機種として利用している iPhone 12 Pro の代金はビッグカメラで一括払い済みです。ちなみに通話料金はどうしているかよく聞かれますが、僕は通話アプリのララコールを使っています。基本料金が100円かかりますが、このように携帯電話への通話料は 60%、固定電話への通話は 93% 安くなっておすすめなので、ぜひ試してみてください。では最後に au の新料金プラン、ポポと比べてどうなのかを簡単にお話しして終わりとします。ここまで見てきた通り、繰り越しプランは3種類あり、さらに余ったデータ容量は翌月に繰り越し可能で、その上、UQ モバイルは実店舗も多くあるため、何かあった時はサポートもしてもらえます。一方のポポはワンプランのみで、月2480円の 20GB、データ容量の繰り越しは不可で、また契約やサポートはオンライン契約のみなので、UQ モバイルとは異なります。なので現状は UQ モバイルの方がメリットが大きく感じますが、オンライン契約のみで構わず 20GB 欲しい人は、ポポというシンプルな判断でいいと思います。UQ モバイルの繰り越しプラン M とポポは同じ料金ですが、容量が 5GB、ポポの方が大きいので、その差をデータ繰り越しや店頭サポートと比べて選ぶのもいいでしょう。この UQ モバイルの繰り越しプランとポポの比較は概要欄の関連動画を見てください。はい、では今日のまとめです。UQ モバイルの繰り越しプラン M を3ヶ月使った感想はかなり満足で、理由は以下の4つがある。 1. アプリがとにかく使いやすい。 2. データ容量の繰り越しも嬉しい。 3. 節約モードでの速度が思ったより速い。 4. 実店舗があることはやっぱり助かる。デメリットは特になく、利用料金も月2700円程度と安いと。はい、こんなところですね。UQ モバイル実際に使っておすすめだと感じたので、ぜひ試してみてください。またわからないことがあれば YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。